鈴鹿市三宅町でお米を作っております三谷哲夫です。麦も作ってます。この仕事は親父が作ってた田んぼの仕事を引き続き作業しております。まあ皆さんに喜んで食べていただくようなおいしいお米を、安全でおいしいお米を作ってまいりました。まあいろんな苦労もありましたけど、天候不順やいろんなことがありましたけど、まあ皆さんの協力をいただきまして今まで来ております。まあ今言ったように消費者の皆様には、安全安心なお米を、おいしいお米を作ってまいりました。ぜひとも皆さんに食べていただきたいです。